山川穂高、西武に返品できないんか。二冠王やって聞いてたのに話が違うで。アギラーがいるので返すには和田くらいもらわんとな。コンオフにまた人的でいい選手もらえるなら一旦返してもらってもええよ。いやー、いらないっすね。我慢しろ、上げてくるから。柳田と近藤の間でクソみたいな仕事しててくさ、近藤4番起用しない意味がわからん。まだ今締め期間中やから。調子悪い時には調子悪いなりのバッティングとかしないからな。調子良くても悪くても一発狙いで振り回すだけや。そいつ基本ソロホームランしか打たないんで。だから翔さんを取れとあれほど言ったのに。返品するなら近藤もつけないとな。週末の試合どう転んでも面白いの確定しててくさ、和田と一緒に西武に渡して甲斐のもらえないか。今から返品するから甲斐の返して。柳田も後ろが不甲斐ないから焦るわな。柳田敬遠しまくればストレスで山川潰れるやろ。今さら返したいと言ってももう遅い。中日ファンやけど本マスマン山川行かないでな方でよかったわ。30過ぎて1年試合から離れてたんやし、この結果当然ちゃう。なんで獲得したんやろな。ご視聴ありがとうございました。